なみちゃんと桜井に共通点があるんです。お互いミャンマーで初めてなものだった。僕は多分ミャンマーで一番最初のポップカルチャー公演2008年だったんですけど、もうちなみちゃんもっとすごいですよね。日本初の
ね。奥ゆかしい感じ。奥ゆかしい感じで、ちょっと京都な感じでですね。キャプテンやらせていただいておりますみたいな感じですかね。メリーズ工房がね、アニメになった暁にはぜひですね、すみれちゃんに仕事を発注していただけたらと。タイトルなんでしょうかね。なんでしょうね。道に進むべき。いや重大。どうしよう。うちらがアドバイスするそれこそないよね。レナちゃんのそんな将来をさ、うちらに任せられたの。いやレナちゃんは